リアル宝探し虹色レイク探検隊、江戸の世の19財宝探検レポート。7月1日からスタートした虹色レイク探検隊、イベントの舞台は滋賀県全域。滋賀のさまざまな地域を回りながら学びと宝探しができるとあって、たくさんの挑戦者が宝探しにチャレンジしています。すでにフィールドで宝探しにチャレンジしている挑戦者のみんなを取材してきました。手がかりを求めてエリアを歩く挑戦者のみんな、入り口っていうかあそこやから、宝の地図を見ながら家族で相談、宝のありかの謎に挑みます。頑張って虹色レイク楽しいよ。親子で手がかりを探す挑戦者さん、あっちにはないからさ、もうちょっとまっすぐ行ってみて。あっちの方、うん、これ白じゃない、ここ白みたいし。当たった、見事手がかり発見。これまでどれくらいの謎を解きましたか？5個ぐらい。あ、ちょっと難しいけど全クリできるように頑張ってます。皆さんもやってみてください。なかなかこういう子供と一緒に何かこう探すとか探検する機会っていうのがないので、やっぱりこのお城を巡ったりとか、あのすごくこう目に入ってくる情報っていうのは大きいので、本人もすごく感動してるので、あの行ってよかったなって思いながら今回ってます。虹色レイク頑張るぞ。兄弟で参加している挑戦者さん、広いエリアを走り回って手がかり探し。地図を見ながら二人で探してついに手がかり発見。宝のありかの謎解けるかな。難しかった。難しかった。いや普通に見たと思ってた頃にあった。二人は去年も宝探しにチャレンジしたそうです。今年の目標ってどうですか？頑張って景品当てたい。人情か旅行券。なるほど、あ、旅行券。探検隊の必須アイテム宝の地図はトヨタモビリティ滋賀のお店でもらえるほか、ウェブでもダウンロードできます。詳しくは虹色レイク探検隊で検索。リアル宝探し虹色レイク探検隊、江戸の世の19財宝は9月30日まで。お早めにチャレンジしてくださいね。